六代院は、大阪市天皇寺久江佐町にある寺院。三号は、大阪高野山。高野山新言宗別格本山。高野山金剛校大阪市本部。本尊は、不動明王と工房大師。別院として、大阪府大東市寺川に、金剛寺がある。辞伝によれば、行基菩薩が創建したと伝えられるが、詳しいことはわかっていない。 年代は不明だが、新言州大覚寺派に属していた時期があった。中高は、江戸時代末期の目時期有伝承人による。有伝承人と、その後の大の夕飯承人が四国に渡り、四国八十八カ所の霊場寺院の山主により、開眼された四国八十八カ所の石仏を背負い、十数四年の歳月をかけて六大院に奉仕した。小原高清が、 昭和3年に新参し、住職となり、荒廃していた六代院の復興に努めたが、昭和20年3月の空襲により、書道など、すべてが、怪陣に返した。昭和29年に、本堂の落掲法要を厳守した。また、小原高清は、戦中、戦後に荒廃し、中絶していた、摂津国八十八箇所令場を復興するために、力を尽くした。 昭和55年1月に、札所寺院の結集がなり、摂津国88箇所霊場が復興するに至った。摂津国88箇所霊場第14番札所六、大の方のみ、教えありがたや寺院たなびく、未仏の山大阪市天皇寺区江佐佐長後の34。ありがとうございます。